今日はですね、これから学校に行ってくるんですけど、そんな一日を撮影していきたいと思います。いつもペットボトル持って行ってます。大量に買った水たち。これから2限の授業に行ってきたいと思います。はい、ということでですね、授業が今終わりまして、友達の伊藤祐介君です。学食に行きましょう、はい、こちら本日のメニューですね。唐揚げでお願いします。唐揚げ丼、唐揚げ丼と揚げパンです。買いました。友達を発見しました。島根くんと光くんです。彼らはご飯を食べ終わったみたいなので外に行ってきます。バイバイ。学食はこんなに広かったんです。でここにピアノもあります。エスカレーターを登り終えました。綺麗な空、いい感じ。専属の庭となっております、うん、いい場所見つけましたんでここで食べます。いただきます。本日のご飯はこちら。影の芝生を見つけたので移動します。何ぞ。こうして僕らはいつも外でご飯を食べてます。お初だ。専属名物のミッキーちゃんです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。では練習したいと思います。ゆうすけくん、さようなら。さようなら、バイバイ。こちらが僕たちジャズ科の人たちが、学ぶブラックホールという塔でございます。なんとオフィスで友達の山口智郎くんが働いてます。やめてください。ピアニストの瀬田さんです。こんにちは。あれ力の力でした。こんなハッピーな場所でございます。はい、エレベーターに乗って練習室に向かいます。ここがですね、いつも友達がたまり場になっているドラム部屋です。おはようございま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 す。元気な1年生たちがみんな練習に励んでますね。 YouTube ですか。なんと電子レンジもあります。ここには素晴らしい練習環境でございます。では頑張ってください。頑張ってね。ということで練習室に到着しました。これから1時間ほど、練習をしたいと思います。大体僕は最初に練習をして、でその後に授業行って夕方ぐらいから曲を書いたりしてます。練習終わって遊びに来たら友達の2人がいました。米田くんと田成雄くんです。こんにちは。自己紹介お願いします。米田くんの1個上の米田翔平と申します。田中リオンです。なんとね、この部屋に留年生が2人も僕の1個上ってことで、僕が今4年なんで2人とも5年生です。楽しい毎日を過ごしたり楽しいです。卒業できたらいいですけど。ということで僕はこれから、主科のレッスンに行っていきたいと思います。ではさようなら。バイバイ。今授業が終わって、今日の授業が全部終わりましたので、これから図書室に行って資料を見に行きたいと思います。今練習します。
書室に行って、うん、見て来ました。これから練習室を借りたので、なんかすごい絵描いてる。練習をしていきたいと思います。トイレに行こうとしていたら、またまた友達がいました。皆さん何してたんですか？サックス談義。シルバーの、うん、シルバーセッションと G が欲しい。旧型じゃないと材質が違うから。ハンガリーの最高。ハンガリーの3万3000ハンガリー。練習に疲れたらドラムを叩きに来ます。なんと久保田大志くんが入ってきました。誰？すごいいいところに切ってもらったんですけど、どうですか、似合ってますか？皆さんありがとうございます。村口亜生くんがいます。亜生久しぶり。はい、練習が終わってこれから帰ります。お疲れ様です。あ、今何してたんですか？練習してました。そうそうそう。あ、そうなんだ。あ、こんにちは。久保田大志。久保田大志。買い物をして、鍵を返して、帰りたいと思います。はい。行ってきます。バイ。はい。近くのスーパーに着きました。はい。こちらでお買い物をしていきたいと思います。はい。お、俺ら今日2人とも紫。あ、紫だ。あ、本当だ。じゃあ紫。ブラザーズ。はい、ということで太一さん入りました。あ、はい、どうですか？こんな斜めのエスカレートがでかいなっていう感じがめっちゃ気にして、ここから先は撮影していいか分かんないので、はい、また後で後ほど、まあ、音声やってくれ。はい、バーということで買い物してきました。今日はオムライスを作りたいと思いますので、オムライスの食材と彼も今日の夜の食材とおまんじゅうを買いました、うんうん、ここでお別れでございます。今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。レイヤー君の一日を密着というなんか感じなんですけどね、はい、また明日もね、彼とは同じ授業があるので、じゃあまた明日、また明日この形で会うということで、大志君ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでただいま無事帰宅いたしました。音大生の一日ということでですね、今日一日撮ってきましたが、どうだったでしょうか。これからオムライスを作って第2弾の動画をですね作りたいと思いますので、後編も楽しみにしててください。ということでバイバーイ。